こんにちはーアカデミー堀秀夫ですえ今日は商品選びですね、えー。こういう商品はあんまり売れないと、儲からないという商品の一例をご紹介したいと思います。えー、おもちゃ生産国を不当表示、ね、ボーネル、ボーネルンドに、えー、措置命令というのが Yahoo、えー、ニュースで出てました。ね、原産地を、えー、中国で作ったものを 中国じゃない別な国で作ったと見えるようなチラシを作った。ねえー、紛らわしい。以前は、えー、中国製だとわかる書き方をしてたんだけど、えー、見やすさを考慮した結果、表情を変更したという、ねえー。翻訳すると、以前は、えー、メーカーのね所在地とメイドインチャイナと書いたんだけど、全然売れなかったんでね、えー、中国製を隠してみたということですよね。まあ ボーネルンドってこういうやつですね。よく見かけますよね。で、こういう子供のおもちゃとか、えー、特にね、えー、おじいちゃんおばあちゃんが孫に買うとかね、あるいはね、えー、友達にプレゼントするとか、要はこのボーネルンドっていうのをどこで作ってんのか知らない人がね、えー、買う商品、ねえー、こういうのは、えー、中国製とか、えー、あるいはね、箱がちょっと潰れたとか、 いいいいいう些細なななことででですすごいクレームになるんで扱わない方がいいです、まあ、税関を通りにくいうんぬんっていうのもあるんですけど商品知識がない人が買うある程度高額な商品これをメイドインチャイナというのをねわ、えー、からない形で売るとクレームになりますメイドインチャイナというのをわかる形で売ると売れません、えー、そんなわけでね、えーまあ、このおもちゃ類ね自分でこの商品特性を分かって えー、買う人がいるところ、例えばね、eBay なんかで、えー、500ドルのおもちゃがね、えー、それがメイドインチャイナで、で、香港のメーカーのね、えー、監修のもと作ってると。これみんなが,みんなが知ってるとうかね、買う人は知ってるとで。eBay で買う人は知ってる。ただ、たまに Amazon で間違えて買っちゃった人はね、えー、知らない場合があるんですね。なんで日本のメーカーのおもちゃが中国製なんだこれ偽物だというふうになります。 そんなわけで、値段とかね、その商品特性によって、扱うとすごいクレームになりやすいとか、そもそも売れないとかね、クレームになるか売れないか、どっちに転んでもろくなことにならないんで、このおもちゃ類、高額なおもちゃ類で中国製というのはね、扱わない方がいいです。じゃあ、どれぐらいが高額でね、どれぐらいまでは大丈夫なのか、こういうのは大丈夫なのか、これはもうケースバイケースなんでね、まあ、これいいな、差額あるから儲かれそうだなと思った時にね、 ご相談ください私も木のおもちゃでね、えー、ピタゴラスイッチみたいなね木のおもちゃで、えー、輸入して、えー、箱がボロボロで全然売れずね、送料はかかるわ、保管場所はざまだわね、えー、儲かんないわでひどい目に遭ったことはあります。えー、子供向けなおもちゃっていうのはね、あんまり、えー、扱ってもろくなことないなと。子供向けってのは幼児向けね、5歳以下の子供が使うようなものは、えー、あんまり扱ってもいい面見ないなというのがね、 感想なんで、まあその辺は外して考えた方が無難です。まあ個別商品についてはまたご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。